標識高知県新淀川町川内谷高知県、井野町小泉流や高知県井野町上八川平、高知県土佐町地蔵寺高知県大豊町西土居、高知県大豊町西方終点付近の中村市街、地終点である国道56号との交差点。国道439号は、徳島県徳島市から、高知県四万都市に至る一般国道である。四国山地に沿って、 四国地方の中山間地域を東西に縦貫する道路で総延長は3 4 6 8トルあり、四国の国道では最長の長大路線である。主な通過地は、起点、徳島市の徳島本町交差点より、剣山、徳島、高知県境の京橋峠、高知県大豊町、仁淀川城、釈子峠を経て終点。 四万都市の国道56号交点に至る。交差する国道のほとんどが四国を縦断する形を取るため、各国道同士を連絡する道路としても利用されている。国道439号の数字語呂合わせで予策の続称がある。起点、徳島市から三好市の県山までの徳島県内の約8 0トル区間は、 他路線である国道192.438号と重複するため439号が最上位となる区間は剣山異性になる。四国切手の国道として知られ、実態は一部の他国道との重複区間や改良済み区間を除く大部分の区間は対面通行不可能な愛路区間が多い。国道の代表格として、 古くからバイク雑誌で予作の名で頻繁に紹介されるなど、その知名度は国道ナンバーワンとも評され、国道愛好からの間では日本三大国道の一つに数えられている。国道としては珍しく、テレビ番組で特集されることもあり、東の岡村の旅猿プライベートでごめんなさい、やドキュメント72時間で特集された実績がある。また、近年では、 その過酷な路線状況を逆手に取った自転車、イベント、ツールド西、アワーが開催されており、開催日である5月上旬は多くの人で賑わう。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。徳島県徳島市から鶴木山までは、国道438号と重複している。剣山伊勢は、国道438号より分岐して、 国道439号の単独区間となる。地図の上では、四国内陸部をけさがけに短絡する道路のように、見えるが、起点四国霊場第12番、焼山寺への参道にあたる上山町内の区間、大杉駅付近の国道32号から、吉野川沿いに精神して、元山町土佐町を越え国道33号に至る区間を、除けば、ほとんどが乗用車1台分の道幅。 つまり2.5メートル程度しかなく、いわゆる、国道と呼ばれる未改良道路である。一般的に言われる悪路であるほか、路面を覆う苔や落ち葉、脆い崖などが、通行条件の悪いひど道の要素を持っている。少しずつではあるが各所で、改良工事、防災工事が実施されており、全面通行止め、時間規制による通行止めや重量、福音制限が実施されていることが多い。 高知県と徳島県境の京柱峠、徳島県コリトリ見の古市は、冬季閉鎖される。京柱峠は、洋町の象形と形容されるほどの国道439号、切手の難所で、路面のアスファルトが剥がれた、舗装路、うっそうとした杉林の中に続く山肌に、張り付くようなガードレールなしのアイロ、見通しの効かないカーブ道など、通行するには、 様々な危険要素が重なっている。高知県大豊町の国道32号分岐から、阿川郡二淀川町の国道33号交点までは、バイパス道路の整備や、拡幅改良された2車線の回送路である。二淀川町の国道33号分岐を過ぎて、二淀川町と高岡郡津の町にまたがる、矢はトンネルの前後には山肌に張り付くような一から点五車線の境外路が残り、 微豪雨の区間が点在している。津野町の国道197号、重福区間分岐から四万都町、四万都市にかけて、カーブが連続する、境愛路が続き、特に斜視峠は一車線の山岳路で、落石防止対策やガードレールが未整備な箇所が多い。斜視峠から山を降りたところから、四万都市中村市街地まで、整備された二車線の回送路が続く。国道として、 テレビ番組で取り扱われたこともあり、東の岡村の旅猿では、四国国道総破の旅として、国道439号を観光しながら、総破するという内容が、ドキュメント20ミニッツでは2010年9月6日に、国道に取り憑かれたマニアを追ったドキュメンタリー、国道439号が、2015年7月4日に、土曜スペシャル、知られざる国道の旅さんが、 2016年6月3日に NHK ドキュメント72時間、雪ゆ行き,ゆきて国道439がそれぞれ放送された。橋梁トンネル京橋、深い山林の中を延々と走り抜けて、いくつかの峠を越えていく地形の険しい地域内の道路であるが、徳島、高知県境の京柱峠は、徳島側、高知側のどちらの絶景をも見ることができ。 国道439号の中でも特に展望の良い場所で知られる。京柱峠の東には西日本第二の標高1955メートルを誇る県山があり、その北方の安部であり、沿線最高地点でもある身の越を越えてゆくほか、西にある高知県四万都町四万都市境にある国道区間としても知られる。 釈子峠を越えていくなど、国道439号が越えていく、四国山地の峠の数は多い。沿道には、鶴木山、奥、伊谷の、かずら橋や、観光周遊モノレール、京柱峠や、安徳天皇御両母山高地、マリケナロ両母など、平家ゆかりの観光名所が点在し、平家の落ちうと伝承のルートとの見方もされている。沿線の高知県元山町、 土佐町の吉野川源流域には四国の命とも呼ばれる1975年完成のサメウラダムがある。起点からありがとうございます。